いろんな赤のお洋服を着ることができたり、一つはあのガーナのこの紙で作ったドレスとかもあって、あのすごい皆さんのなんだろうな時間をいただいて素敵なものできてるなと、完成がとても楽しみです。あ、私はチートデイです。やっぱりこう毎日食べるのも食べるんですけど、こうやっぱり今日我慢できないっていう日にわーっと食べると、さらにこう甘いものっていいなって感じるというか、チートデイって言いながら結構な頻度で設けて甘いものをたくさん食べる日はあります。あ、今日ろうそくのケーキがあって、ふーって消す大きなケーキがあったんですけど、そのチョコレートケーキがすごく美味しそうだったので、いっぱいガーナチョコ買ってこう溶かして混ぜてとかしながら、なんか手作りで大きなホールケーキとか作ってみたいなって思いました。私あの作品に入ってる時にあんまり小説とかを見れないんですけど、漫画とかもあんまり 読む気になれなくて、だから今日はチートデイだって決めた日に朝からずっとなんか重たい本とか、なんかすごいなんだろうな、あの心理的な切ない描写がある本とか、そういうのをすごいずっと読んでいたいです。音楽とか聴きながらベッドとかでぐーっとずっと読んでたいです。漫画も買ってなかなか読めてないものもあるので、漫画も読みたいなと思ってます。吉澤さん、どうなんだ、吉澤さんのコンテ拝見してないんですけど、ガーナの服着たのかな、着てます、ガーナの服着たのかな、ドレス着てないですかいや、すごいあのもう多分すごい時間かけて切ってやってくださったみたいで、あの凄さを吉澤さんにもぜひ味わっていただきたいなと思って、ガーナのドレスかガーナのスーツをぜひ着ていただきたいなと思います。小学校か中学校の1年生ぐらいの時にあの米粉がすごい流行ったんですね。でクッキーとかの中にお米を入れたら絶対美味しいんじゃないかと思って、生米を入れたらあのすごいあの完成したらやっぱ米って炊けなくてなんか歯が折れそうなぐらい硬いクッキーができて、おばあちゃんとかにあげたけど誰も食べてくれなかったよっていう悲しい思い出があります。私はもうめちゃめちゃ頑張って食べました。買ったと思いながら歯折れそうになりながらめちゃめちゃ頑張って食べました。もうそれからちゃんとレシピは見なきゃいけないなと思って、次作るんだったら、まあ、ちゃんとなんかふわふわ系のチョコレートケーキとかにするんだったらちゃんと米粉を買わなきゃなって、生米からしちゃいけないなって思いました。